ども、当番組、なんだかんだ言っても北海道なんですが、全道各地、いや、全国各地と言っても過言ではないと思います。倉庫の奥深くに眠ってしまう寸前のゆるキャラ、まあ、有名なキャラも、前回札幌の時はね、ご紹介させていただいたんですけれども、倉庫に眠りかけのゆるキャラ、そういうのを発掘したいなとも思っております。本日も実はゆるキャラをお呼びいたしております。まずはモノマネで登場していただきましょう。事件の推理は得意じゃない。得意なことはオカリナ吹き。田村まさかさんです。どうぞ。私ちょっと足りないので田村まさかまさかずさんではないんですね。まさかさんなんですね。よろしくお願いいたします。今日は事件ではないですけども、はい、ただね、ちょっと関わりを持ちまして、はい、ゆるキャラを、あ、ゆるキャラですね、ね、はい、呼んでですね、はい、今日はなんと新徳、新徳レンジャーに来てもらいました。新徳レンジャー、皆さんご存知ですか？ご存知ですか？まだ知らない方もいらっしゃいますかね。これをね、私どものね、なんか関わりで多い、はい、やっていきたいなと思います。はいはい、で、はい、今日これで、3台いるんですよ。おー、3台来てもらいましたよ。はい、それでは新徳レンジャーのテーマでお迎えしましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お、これが新徳レンジャーのテーマソングなんですね。そうです。新徳レンジャーの登場です。大きな拍手でお迎えください。まあ、それでもちょっと寂しい。
しいんですけどもね、あの北海道のこの四角い絵をイメージしていただいて、どんなとこでしょうか。当たった人を一人だけで選びます。僕、原、あ、原いいですね。原、どなた。あ、俺様、原。あ、そうしましたら、実はね、絵を描いてきてくれたんです。はいはい、ここ、この辺、分かりづらこれはすごい分かりづらくないですか。まさに原ですね。なるほどですね。じゃあ、原と答えていただいた、はい、俺様にビールを、はい、ちょっと崩れちゃいました。ごめんなさい。はい、じゃあレッドよりビールのプレゼント、プレゼントです。足元大丈夫ですか。お持ち帰りください。俺様はこちらです。俺様、どうぞ。おめでとうございます。シートの上、ね、盛り上げてあげてくださいね。あ、肩役所を、ね、買わせていただいてありがとうございます。はい、さてさて、見えますか。大丈夫ですか。前見えてますかね。はい、ここ大丈夫ですか。はい、では、じゃあ2問目もありますか。そうだよね、はい、2問目は ね、はいはい、ね、グリーンからいきましょう。グリーン、グリーンは自然と環境を守る選手だよ。はいはい、まず新得町はとにかく広い町です。はい、全国で何番目に広いでしょうか。おお、何番目。あ、町の広さですか。町の広さです。面積ですね。面積が全国で指折りの広さということなんですね。はいはいはい、はい、4番目の女性のお客様。お、他にありませんか。5番目、ご主人様5番目。はい、他にございませんか。はい、はい、何番目。10番目、4番目、5番目、10番目と言います。はい、それでは、グリーンからの答えを聞いております。答えは4番目なんですね。おー、すごいですね。知ってました。あ、知ってたんですね。素晴らしいですね。それではじゃあちょっとビールのプレゼントを。豪華ビールを、豪華なビールのプレゼントを、はいはい。あ、足元大丈夫ですか。はい、お客様、おめでとうございます。こちらのお客様、おめでとうございます。いい6缶パックプレゼントいたします。ありがとうございます。目元大丈夫ですか。はいはい、ありがとうございます。実は新得町の広さというのは東京の2分の1の広さだそうです。東京って東京が狭いのか新得町が広いのか、どっちなんでしょうね。新得町がめっちゃ広いですね。そうなんですね。なかなかないですね。新得町が、ね、北海道の首都になって独立国家になる。まあ、極端な話ですね。じゃあさて次は、はい、はい、私はこういったの温泉ピンクです。温泉ピンクです。書いてるんです。1でしょう。1でしょう。そうですね。ありがとうございます。さて、グリーン違うよ。グリーンピチピチじゃないよ。グリーン違うよ。ゴリゴリしてる。お腹がピチピチしてるね。はい、さて、問題で、いきます。私は新得生まれですが、育った町があります。はい、さて、どこでしょうか。生まれは新得なんですが、うんうん、育った町があります。どこでしょう。うんうん、あ、温泉ピンクが。温泉ピンクが育った町があるんですか。へえ。鹿の中で育った。鹿を。あ、びっくりした。はい、鹿の中で育った。鹿他にありませんか。あら。これはね、実は。わからないですよね。難しい問題ですね。プロフィールを聞いてないとちょっとわかんないかもしれないですね。うんうん、これね、なんとね、帰国子女だったんです。へぇ、英語が喋れるんですけどね、うんうん、今ちょっと声を失ってるんです。そうか、ABCD 英語喋れるんです。食ったり食ったり、あ、失
失礼しました。実はもう答え言っちゃいました。すいません。あの帰国子女でアメリカ、はい、アメリカ育っちゃったんでね。アメリカ育ちなんですね。そういうあのいろんなプロフィールが書かれております。なるほど。これから、新曲を盛り上げるのに、実は今かかっている曲を、僕と僕の仲間が、早急に作りました。はいはい。ね、ここで披露できるようになりました。あ、田村正孝さんが作ったんですか。この田村正孝とその仲間たちが作りました。はいはい。あ、そうなんですね。 CD になりました。お、なんと CD が、まあ、これをね、どうするかというのは、そのうちね、また何とかしますけどね、はい、じゃあそれ、皆さんありがとうございました。じゃあもう一回ミュージックをかけていただいて、はい、新徳レンジャーが皆さんのお腹を通りながら帰っていきます。どうもありがとうございました。大きな拍手でお見送りをお願いいたします。新徳レンジャーでした。ありがとうございました。さて、問題は見えるかな。ございました。さてさて、そうですね。